のものですか。失ったものですね。陰は電子を得たものになりますね。得たものになります。さあ、ですね、皆さんが持っている理科のテキストを出してもらうと、塩化銅の電気分解が確か載ってたような気がするんですが、塩化銅載ってませんか。載ってますよね、次のページ。塩酸の電気分解、塩化銅どっちですか。ちょっと見せてみて。化学電池になってます。化学電池だけですか。塩化銅は何だ。電気分解。あ、でもあれや、試験範囲3アルカリ水溶まで行ったりする。ああ、なるほどね。はいはい。3アルカリはもっと後なんでですね。じゃあ、塩化銅の電気分解の話と塩酸の電気分解の話をします。ですね。はい、ノートにバッチリ取っていってください。集中してますかね。大丈夫ですかね。電気分解。はい。地味に見とるな。ちょっと待って、あ、やっぱちゃんと乗っと乗ってますね。はい、じゃあ行きましょう。塩化銅と塩酸でいるのかな。違うんだよ。よし、じゃあ、はい、塩酸の電気分解からいきます。もちろんもうここ書き終わってるでしょうね。書き始めて書き終わってるでしょうね。何万回話をしましたか。取り掛かりが遅すぎますよ。どこの塾で鍛えられたんですか。全教研。全教研は書くのが遅いからね。あ、まだ書いてない。衛進館、衛進館は移すのは遅いな。北斗もう書き終わってる。おお、さすが北斗。はい、CM 出してほしい。クレームの雨話じゃないですか。向こうの圧倒的に全然多いです。大変ですよ。はい、じゃあ行きまーす。ですね、塩酸から行きたいと思います。電極をこういうふうに入れまして、電気分解はどこかで勉強しましたね。どこで何の電気分解しました、今まで。なんか、水酸化ナトリウム。そうですね、水の電気分解。ね。で、電流流しやすいために今言われた水酸化ナトリウムを入れましたね。さあ、これ電池の記号なんですけど、どっちがプラス極でしょう。長い方がプラス。そうですね。こっちがプラス。こっちがマイナスですね。で、もちろんここは薄い塩酸が入っていますね。で、塩酸の化学式を知ってますか。塩酸の化学式。HCl。HCl。ね。HCl か。あれ、俺何した。はい、で、塩酸の電気分解の化学反応式いきます。塩酸の電気分解の化学反応式、覚えちゃう。それ覚えちゃうもん。はい、実は2がいります。2がいります。 2HCl。 はい、これが分解して H2 と Cl2 になります。左側 H 何個ありますか。塩素はだから2になるわけね。いいですね。はい、左と右で数は一緒にならないといけないんですよね。あ、CL が1個足りないな。あ、懐かしいね、それ。最近授業と似てねえ。よしとこ。はい。というわけで、さて、水素ってリオンは H プラスマイナスどっち。実は H プラスなんですよ。
じゃあですね、塩酸の電離式いきたいと思います。塩酸の電離式。電離って何ですか？イオンに分かれることなんですね。電離式ってイオンに分かれること。電気分解というのは、電気分解というのは物質に分かれます。物質に分かれる。塩酸という液体が水素と塩素という、気体に分かれるわけですね。で、塩酸の電気分解ですけど、物質に分かれる。あ、ちょっと待った。これは、気体集めるけん、ごめん。ちょっと図を書き直すけどいいですか？はい。こう赤で書いてなかった。ごめんなさいね。気体を集めない関係、下から電極を持ってきましょう。まあ今はなんかね、とっても綺麗な実験の器具があるんで、それでやってるみたいですけど。なんかそんな感じのやつ、薄ペーやつがある、そんなんか。H3 です。ね。そうなんですか。H3 だよ。これこういうふうに変わって、こういうふうになって、こうですね。この辺をプラスとマイナスですね。プラスとマイナスね。で実は気体が発生しまして、でプラス極に塩素が発生するわけです。でマイナス極に水素が発生します。実は1対1で発生するんですが、塩素の方が少なく見えます。水素の方が多く見えます。でもこれ点々点を書いてるように本当は1対1で気体が出てきますが、なんで少なく見えるのか。塩素は水に溶けやすい。そうそう。水に溶けるので少なくなりますね。なんか言ってたな。ですね。はい、塩素についてちょっと話をしたいと思います。これ塩素ですね。塩素の特徴を何か知ってる人は塩素の電気を通す。あら、通しませんよ。あ、水に溶けやすい。あ、わかったわかった。あの、指紋を。ちなみに、水酸化ナトリウムだね。あれナトリウム、エタノールか。これ、胸に熱していくから、水たら指紋が。刺激臭があるよ、刺激臭。皆さん、塩素の刺激臭、ちょっと記憶があるかも。あ、酸っぱい。プール？そう、プールの消毒とかに使われるので、プールとかあの水道水がたまに塩素の匂いがしたりするときありますけど、刺激臭ですね。書いてますか？書きながらうなずくんですよ。うなずいてから書いたらダメですよ。ですか？はい、次、脱色作用。そう、赤いインクの色が消えるんですね。脱色、はい、色が消える。あとはですね、ちょっと直接実験ではしにくいですけど、殺菌作用があります。ただ塩素で消毒するわけでしょ、水道とかプールね。殺菌作用、はい、塩素といえばこの3つを思い出してください。殺菌作用です。あとは多分ですけど、黄緑色の気体のはずなんですよね。塩素、黄緑色。色ついてなかったですか？よく見ます。黄緑色。あったあった。やっぱり黄緑色変えちゃった。マジですか？はい。教科書にちゃんと載ってます。黄緑色。あの、機体って普通色がついてないのばっかりなんよ。黄緑色ですね。はい、塩素は黄緑色の機体です。黄緑色です。いいですね。はい。ということでした。だからこうちょっと色がついて見えるでしょう。ね。で、こっちは水素なんですね。プラス極に塩素、プラス極に塩素、風船、マイナス極に水素です。
マイナス水素、水素は絶対マイナス水素が出てきません。マイナス水素ですね。マイナス水素ですね。マイナス水素しか水素出てきません。いいですか。さあ次電離式なんですけど、これちょっと色を変えますね。電離式はイオンに分かれることなんですよ。電気分解は物質に分かれます。水素と塩素というのは物質に分かれますが、電離式はイオンに分かれる、イオンに分かれるですか。はい、 HCl が H プラスと Cl マイナスに分かれます。 H プラスと Cl マイナスに分かれます。で、電気って違う種類同士が引き合うわけでしょ。だから当然水素イオンはマイナス極に引き付けられますよね。プラスやから、いろんな理由でマイナス極に水素が発生するっていうのも分かりますよね。いいですか。さあ行きましょう。さっき言いましたように、H プラスですね。H プラスはマイナス極に引き付けられて電子をもらいます。それを文章で書いたときあるんですよ。水素イオン。水素イオンはプラスなので、電子もらってますか、失ってますか、どっちですか。もらってる。ああ、なんでまた。陽イオンは電子を失ってるんでしょ。陽イオンは。いいですか。だから水素イオンは、そっか、 H プラスか。うん、H プラスやね。プラスは電子を失ってます。マイナス極に引き付けられて、電子を何個もらうでしょう。水素が1や P。塩素って言いました。水素イオンはマイナス極に引き付けられて、何を何個もらうでしょう。電子。そうですよ。電子失ってるからもらうんですよ。電子を何個もらうでしょう。そうそう。電子を1個もらい、これ電子1個もらったらプラマイゼロになるんで何になると思いますか。H プラスが、H プラスが電子を1個もらうと H になります。この H のこと何て言いますか？水素？原子。それで原子って言うんだ。原子が電気を帯びたものがイオン。ね、原子が電気を帯びたものがイオン。じゃあ、イオンがイオンでなくなったら原子に戻るわけ。電子を1個失って水素イオンになったんでしょ。電子を1個もらったらプラマイゼロになるでしょ。だから H に戻るわけよ、ね、みんちゃん、ここからは俺が授業するすごい。みんなも頑張っちゃいましたけどね。鈴木中学校も頑張っちゃって、さっき中間の結果見せられたけど、よう頑張っちゃった。めっちゃ難しいけどね、問題が。めっちゃ難しい。水素にはマイナス9引き連れて、ちなみにですね、2年生の服との夏の生活の顔の付属中の平均点399.1 やったっす。399.1 何の合計ですか。合計ですか。うん、60点満点。いや、100点満点。まあ、それやったらもう3分1人やろ。平均の場合で、確か1中が200エリート集団や270か、なんかそんぐらいだった。誰かなんかちゃうお前言えるが1より20点ぐらい。やばい今ね、ちょうどね、今回の夏の生活の課題テストの各中学校の合計点を教えてくださいっていう依頼が来たんで、ちょっと今調べるとこなんですよ、ちょうど。あ、はい、じゃあ皆さん、
冬は足を引っ張らないようにしましょう。上に引っ張ってください。で、水素原子。ね。水素原子になり。はい。それが何個集まって水素分子になるでしょう。そう。お前頭いいよ、ほんと。すげえ、言うすげえ。そう。勉強して、言いなきゃ、ほんと。あったあった。それで、お前、死ぬほど言わんと勉強せ。もう本当にそう、頭悪いから何とかだとぐちゃぐちゃ言わんで勉強しにしたい。はい、それが2個集まって水素分子になります。なりですね、気体となって発生します。水素分子は気体です。気体となって発生します。2個だったら H2 なの。そう、水素分子になる。ね。この分子がね、最近結構丸と出るんですよ、このまま。丸と出るんです。あ、このマイナス極も明かりしておきましょう。マイナス極に引き継がれて、もうこれから大体丸と出ますよね。え、格好いいですか？あ、もう格好の中に入れさせられます。はい。ね。今なんて住所まで。流れを。住所も難しかったけどな。二級住所も難しかったですね。マジか。だから、リカラボいつ見るんですか。まあ、そう、そう。リカラボでしょ。見ましょうね、本当マジ。ね。でもいい場合、あ、でもなんか社会もちょっとしたいとこもあるよな。手数で作りましょう。リカラボみたいに手を挙げてください。社会がしたい。社会したい人手を挙げてください。すみません、社会がしたい。もう2倍ですからね。2倍も違いますよ。1対2とかヘボいし、とりあえず14人いるんで13人と1対2ですから。危険10、11。被災性ですよ。今から日本は被災性が必要ですよ。はい。上水意見の尊重。じゃあ行きましょう。もう一回行きますよ。行きます。水素イオンは H プラスです。電子をもらってますか、失ってますか、水素イオンは。電子を。陽イオンは水素、電子をどうなるんですか、失ってるわけでしょ。もともと穴が開いてるんですよ、イメージとして。水素イオンになった瞬間に電子が出ていって穴が開いてるんですよ。そこに電子がこう来るわけです。マイナス極って電子がいっぱいあるとこなんで、マイナス極には電子がいっぱい余ってるので、引きつけられた瞬間に電子をもらうわけです。で、もらったらプラマイゼロになるから、こうなるわけです。で、これが水素原子。原子。だから水素イオンは電子を1個もらってマイナス極に引き付けられて、電子を1個もらって水素原子になり、それが2個集まって水素分子になって気体となって発生する。ああ、はい、分かりますよね。たくさんいるわけよ。こう水素原子になっちゃう。それが2個くっついて分子で出ていくわけです。ですね。要はあれになるんですよ。電気分解の式もあるから、あいつが電気を持ちつつ、こいつが、あ、それ結局最終的にこれなんです。そうそう、だから外から見たら水素と塩素が発生するんですよ。その過程ですよ、ね、そう、そういうことです。じゃあ、あと1個これと同じ文章を書きますからね。はい、塩素イオンって昔は教えてたけど、今塩化物イオンというようになったんですよ。こいつです、塩化物イオンね。塩化物イオンは何極に引き付けられるんですか。プラス。プラス極ね。プラスマイナスね。プラス極に引き付けられて、電子を何個電極に与えるでしょう。1個余っちゃうでしょ。ね。それを電極に与えるわけです。消しますけど、これ、また同じ文章書きますからね。はい、いいですか。で、1年生がね、消したらいかんとか言うわけよ。
もう喜んで消すね。そうそうそう。だってほんと、例えば陸上で練習しよってば、遅いやつが速いやつ、ちょっと待ってて、分かった。って合わせて誰も速くならんですよ。分かるでしょ、遅い人が速い人に合わせると強くならんでしょ。ね、そういうことだ。そう、ちょっと待って、一緒に行こうやとか、ああ分かったとか、とか、明日大会とかで勝つわけね。ねえ、はい、じゃあ行きます。塩素、塩化物イオンでした、すみません。塩化物イオンはあ、もう変えたかな、変えてるかな、変えてるかな、変えてるかな、はい、全極限かな、はいはいはい、極限が見つけられ、そうそう、大炎上、大炎上、流れてる、はい、塩化物イオンは、あ、ごめんなさい、イオンは何極に引き付けられるでしょう、プラス極に引き付けられる、プラス極に引き付けられ、ね、電子を何個、2つ、1個、1個、1個、はい、電極に与え、だって余ってるから相手にやると思う、余ってるものを相手にやるわけよね、足りないものを相手からもらうんですよ、ね、いいですか、はい、プラス9に引き付けられ、電子を1個、電子を1個、電極に与え、塩化、塩素か、そう、あ、ちょっと惜しい、塩素原子なんです、原子の時は塩素なんですよ。こういう時っていいと思うけどね。昔塩素イオンやったんだよ。なんで変わったんやろ。塩素原子。塩素隣、隣、それが、それが、そうそうそう、そう、それが何個集まって、塩素分子。ちょっと言い方が、元素分子だね。気体となって発生する。こういう手順ですね。発生する。いいか。2個集まって元素分子。大丈夫、大丈夫。じゃあ水槽の方から行きましょうかね。まだ書いてないですか、近くましたか。この2つ、本当最近このまま文章が試験で出てるんですよ、期末考査で。そうですね、だからちょっとこれが練習しとった方がいいかなと思いますね、はい。水素イオンは H プラスです。水素イオンは電子をもらってますか、失ってますか。失ってますよね。だからマイナス極に引き付けられて電子を相手からもらわないでからね、電極からね。でもらって水素原子になって、それが2個集まって水素分子になります。今度は塩化物イオンの話をしましょう。塩化物イオンはですね、実は電子が余ってるんですよ。こういうふうに余ってるからプラス極に引き付けられたら、これをポンって相手にやるわけですよ。ね、だから塩化物イオンはプラス極に引き付けられ、電子を1個電極に与え、塩素原子になり、塩素原子になるわけです。でそれが2個集まって塩素分子となって、気体となって発生します。はい、いいですか。余っちゃったら相手にやるって、電子ね、いらんけんね。足りなかったら相手からもらうわけよね。で原子になって、それが2個集まって分子になりますってことですね。でもう一回電気分解の式を書きなさいと言ったら、この2を忘れないようにしてください。ここに2があるので、こっちも2個ないとダメなんですってことですね。でこの2が実は分配法則みたいなイメージですからね、カッコの前にあるみたいなものなので、 H も2個、CL も2個なんですね。いいですか。はい、そしてイオン式、電離式、電離式というのは、これ、もともとですね、
塩酸っていうのは塩化水素中気体が水に溶けたものなんですよ。ですか？塩酸っていうのは、おお、ほんと黄色。どうですか？はいはい。あと何の話だったっけ？あ、そう。塩酸は塩化水素という気体が水に溶けてできる酸なんですよ。で、塩化水素 HCN なんですけど、水に溶けた瞬間でイオンに分かれるわけです。このイオンに分かれることを電離というんです。なんとなく分かるでしょ？電離、イオンに分かれる。ね。だから電離式書きなさいって言われたらこうなるわけですね。こうなるわけです。いいですか？はい、ということでした。ですね。じゃあ、あと塩化物の話もしましたので、皆さん、理科のワークありますか？手元に。はい。ちょっと出してみましょう。まあ、とにかくワークはもう、もっとしまくってくださいよ、なんか。はい、理科のワーク。ポンプの中のトップはどこ行った？これはまだなんか俳句かな。俳句しよう。俳句。そういうことしようと。そういうことか。ただプレバトみたいにされるのかな。じゃあ、皆さんちょっとワークを見てもらったら、あらまた集中してないんじゃないですか。こんなことこんなことこんなこと。衛生感、はい、はい、いいですね。 OK ですか。はい、じゃあ皆さん、ワーク持ってる人は今習ったところの電気分解とか持ってないですかね。はい、そこちょっと早速ガリガリっとやってみたらどうでしょう。塩酸の電気分解。来た来た、塩酸の電気分解。何ページになってますか？64。うん、一緒だ。あ、もう格好でした。あ、もうさっき授業受けながらした。その前にした。どういうこと？多分学校で多分習ってるんだ。俺、僕も習ってる。習ったって。習ったって。政治習ったところではするんですよね、普通ね。さすが北斗。そうでしょ。なんだっけ。はい。はい。悔しい。じゃあ、日中の先行くためには塩化銅かなんかそれが。塩化銅も習いましたか？いや、習ってない、ね。あ、塩化銅。ちょっと社会に行けんけど、負けたくないんで、塩化銅言っていいですか？塩化銅言っていいですか？はい。ね。じゃあちょっと、でもね、相手に、本当は学校のが授業時間長いと思う。ね。どうも負けたくないね。じゃあ塩化銅行かせてください、皆さん。社会ちょっと自分でしよってね、ワークをね。で、ちゃんと覚えてくださいよ。今どこら辺行くことですかね、社会は。今、あれ、国会です。今回は選挙がある気出すんじゃない、ゴロゴロ。結構、ね、時期が時期なんですね。時期が時期ですね。タイムリーな話題です。はい、ひょっとしたら小池さんの名前とか聞かせられるかもしれんよ。ユリノミックスやろ、なんかユリノミックス言おったね。あ、まあ、でもね、ちょっとね、今勢いないね。ちょっと勢いなくなってきた。うん、なんか足の場所なかったから。そうそうね。下でさ、東京都民が叩かれるし、まあね、ちょっとタイミングが悪かったっちゃうね。小池百合子がスタッフタイプはありますね。よし、じゃあ行きましょう。まあでもね、女の総理大臣はやっぱあの人しか今のところ何やら気にするけどね。なってほしいね。このハーゲーム
そういうことあの人だったらもう国民、ハゲの国民を集められるじゃないですか。ねえ、ほんと大変だよ。あの人の子供がかわいそうでさ、絶対学校でいじめられるよね。かわいそう。これハゲだね、お前。安倍総理がかわいがりする。じゃあ、演歌堂行きたいと思います。演歌堂の全国会。今日は多分、それがメインになるでしょう。ちょっと日中に負けたくない。はい。みちゅうよ、みちゅうよ。やすたけ、やすたけ、やすたけ、あゆうよ。いきましょう。メントロの電気分解、ね、はい、まず電気分解の式、電気分解の式は何でしたか、何に分かれることでしたか、ね、電気分解の式は物質に分かれることでしたね。はい、ここはですね、炭素棒を入れます。炭素棒を電極で入れます。あ、あれか、シワシワになるんですか。そうそうそう、シワシワになる。これでまあこういうふうにプラスマイナスなんですけど、はい、塩化銅ね、電気分解の式いきましょう。塩化銅の化学式知っていますか。ああ、覚えちゃう覚えちゃう覚えちゃう。CH2C かな。銅は CU なんね。CuCl2。あ、出た。で、棒に引いて CU、ね、で、CU とCL2 に分かりますよね。 CU は何ですか。もちろん酸素。あ、そうそうそう、いいタイミングで。そうそう、どう。液動今の無機動というか、今の無機動、こういうのこのまま抜いていくと、ドーッと便利です。楽ですね。先生、テクニックを変えて。はい、何でしょう。酸素棒は両方ともプラスなんですか。おお、ナイス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 。両方ともプラス？それはナイス。おお、ありえない。すごい、まありえない。かぶせてきた。かぶせてきた。なかなかやるな。はい。で、塩化銅は銅と塩素に分かりますよということですね。はい。さて、銅は、電離式いきましょうか。塩化銅の電離式。電離式って何に分かれることでしたか？イオンに分かれる。ね、電離式。ね。はい。はい、というわけで、CuCl2。ね。Cu2 プラスです。銅は穴が2個開いてます。はい。プラス2倍の Cl マイナスですね。この2はどこから来るかというとですね、実はこの2がここに来ます。まあ、Cl が2個開いてることですからね。2倍の Cl マイナス。さて、プラスは何個ありますか？今プラスは？マイナスは？2個やね。マイナス1個と2倍でね。だからプラマイゼロに戻りますよ、先生ね。ですか。さてさてさて。銅というのは、穴が2個開いてます。ここはちょっとイラストを可愛らしく描きましょう。穴が2個開いてます。どうです。銅。これが Cl2 プラスですね。マイナス極には何がたくさんあるんですか。電子がたくさんありますよね。はい、銅イオンはマイナス極に引き付けられ、電極から電子を何個もらう？そう、穴が2個開いちゃうね。2個もらうんですよ。銅イオンはマイナス極に引き付けられ、電子を2個もらって何になるでしょう？銅。銅分子。分子ない。銅原子。銅原子となって、そしてここに付着するんです。銅は何色をしてますか、皆さん。赤褐色。赤褐色が正解。つまりマイナス極は銅が付着して赤褐色になります。赤褐色。
ね、当然これ擦ると光沢、そう、金属光沢、ピカピカ光りますね。ですね。次です。塩化物イオンはですね、さっきと一緒です。塩化物イオンは電子が余っています。何極に引き付けられるでしょうか。プラス極に引き付けられ、電子を電極に与え同原子となり、それが2個集まって塩素分子となり気体となって発生する。ね、これが2個集まります。 CLCL で、はい、気体となって CL2 が発生する。ね、つまりプラス極からはさっき違って言ったけど泡がバンバン出てくるわけですよ。この泡の正体が塩素ですよってことですね。先生、刺激臭するんですか。もちろん塩素やったら集めたらね、はい、そうです、そうです、刺激臭があります。塩素の特徴は何でしたか。まず色は刺激臭泡出ない、色は黄色、そう、黄緑色、黄緑色、黄緑色ですね。そして刺激臭が鼻をつくようなツンとする刺激臭があるんですね。脱色、そして脱色作用と消毒、そう、殺菌だ、殺菌作用です、はい、ということですね。はい、じゃあいいですか。これ実はですね、銅イオンというのは、銅イオンは青色してます。綺麗なコバルトブルーですか。コバルトブルーな色してます、青色、ね。さてこれ電気分解が進むにつれて青色はどうなるでしょうか。薄くなる、正解。なぜ銅イオンが引きつけるから。銅イオンがなくなっていくでしょ。今まで銅イオンがたくさんあったのにここにくっついて銅原子になるでしょ。あ、ということは銅イオンの数減るでしょ、ね、はい、銅イオンの数が減るので電気分解が進むにつれてこれ数が減る、数が減るのでだから青色が薄くなっていきますよと思います。はい、実験とともにね、綺麗な青だったのがだんだんどんどん薄くなっていきますよということになります。いいですか、 OK ですか。はい、ということでした。いいですかね。あとはなかったですかね。じゃあ言葉でいきましょうか。さっきのあの言葉、言葉シリーズ。塩素、塩化物イオンはさっきと一緒やき、もう書かんでもいいですか。塩化物イオンは何極に引き付けられるんでしたか。塩化物イオンはプラス極に引き付けられ、電子を1個電極に与え、塩素原子になり、それが2個集まって塩素分子となって気体となって発生するね。はい、銅イオンのところを言葉でこう書きたいと思いますので、さあ行きましょう。銅イオンは何極に引き付けられますか。銅イオンはマイナス極に引き付けられ、はい、正確に言うと電極から何を何個もらう、電子を、そうだね、電極から電子を2個もらい、はい、何になるでしょう。銅原子、そう、銅原子となり電極に、はい、これちょっとかっこいい言葉を使いますね。くっつくことを赤出するという。銅イオンはマイナス極に引き付けられ、はい、見てください、マイナス極に引き付けられ、電極から電子を2個もらい、ね、電極から電子を2個もらい、銅原子となり、電極に赤出、くっつくことです。赤出するね、くっつきます。だから、マイナス極はですね、
赤褐色の物質がくっつく。でも見たらなんか黒っぽく見えるけどね、まあ、今度理科の方で確認しましょうかね。はいはい、ですね。やる気満々やん。すごいな。はい、ということでした。あとちょっとみんなに配らない感とかで作品配っておこうかな。友達集紹介キャンペーン。あ、それも配るけど、その前に。なんかあの人、うちの宣伝隊で。広報隊長。はい、広報隊長。まずいいですか、大体理解できましたか。いいですか。じゃあ、ちょっとワークを出してみてください、ワーク。まあ、どんだけ社会したんやろうね、あの人。いいね。いや、でも、社会はした方がいいよ。はい。ワークをした方がいいよ。電化堂の電気分解のところ、あるでしょ？ありますね。はい、今のことを参考にしながら、ちょっとワークをやってみてください。多分、ある程度解けると思うんですよ。学校で習ってない？おお。でも解ける？おお。なぜ？あら。あ、もう一問ぐらい解いた。おお。はい。そらちゃん持ってきなさいよ。ね、本当ね、確かに下方難しくなるけど、その分東に変わってくる。そう、東に変わってくる。俺より似たもんね。俺が悪いわけないとっちゃう。顔が悪いとっちゃう、顔が。店員、服屋さんやったり。本当、顔を受ける人はね、もう本当は地獄ですからね。まずは天気に到着なんでね、何があるか分かりませんよ、今年は。俺マジで明日、俺マジ放送部マジやばいな。いや、あれなんですよ、合唱曲の紹介をですね、相当ふざけてしまいまして、放送部に申し訳ないんで。日中で最も熱く盛り上がっている熱盛軍団3年2組が歌う曲は、そう、あれめっちゃ恥ずかしいって思った。あれ考えたの俺、で書いたのが俺っていうこと。俺一回叱られたけど、うん、別にいいよ。そうですね、教頭先生に怒れました。熱盛軍団は熱盛軍団にしてもいいぐらい。熱盛とか言うの。何年が読むの？楽しいんだ。一番最後やん。先生たちに一番印象残ってるやん。いや、でもあれだよ。先生するの歌った後、歌ったすぐ後で。何？一組が歌ったら一組の先生。すぐするの。あ、そうですか。あ、そうなんだ。なんで一中と二中コラボしてるんですかね。今一中と二中コラボしてるんですかね。二中が人数が多いから大合唱。人工合唱とかもやばいやろ。体育館に入る人間。すいません、俺の時代1クラス52人で12クラス1学年いるんですよ。どう思いますか？そんなんで学年1だったらやばいっすね。10ヶ月とりあえずいましたね。ただ転校してきためっちゃ可愛い子が1ヶ月学年と太ったんでショックですね。いや、可愛い子は何でもできるんですよ、絶対。びっくりした。なんじゃこれなんじゃ。で、たまたま自分のクラスに来たので、おお。これで田村直子さんって言うんですけど、田村直子を守る会とかいきなりみんなで作ってくる。よそのくらい。あとで。ああ、どうもでした。だってよそのクラスから男子が見に来るわけよ。あの可愛いとか。おもなくしたのこの。帰れとか言って。
そういうのを守る会の役目やったんです。わーってこう、教室の前のとこってからね、みんな吹き飛ばして。他の仕事ばっかりしましたからね。はい、じゃあ、すみません。一応ちょっと先に加えたいと思います。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、こっちから男子みんな配ってください。男子はい男子はい、今日も触れたけど、はい、マーカーをお願いします。マーカー用意してください。ですか。であとちょっとね、自分の封筒を もらってくださいね。ですね、ちょっと待ってくださいよ。男子軍団、男子軍団、男子軍団、自分のを探して、女子抜いたらいっちゃおう。はい、女子軍団。で、男子軍団。自分の振って回してください。自分の名前書いてある。効果が高く、うん、俺もよろしく。これマーカーで塗ってもらった後、四つ折りにして中に入れてもらいますからね。はい、いきますよ。いいですか。回ってきましたか。はい、僕と自分の取って回してください。名前が変えちゃうと思う。いや、そういう気もあったよ。みんな自分の名前確認しましたか。名前が変えちゃう。お前さん大丈夫か。ちょっと言わせてもらって、女子全然間違いなくバッてくる。男子みんな立ち上がってくる。大丈夫か、お前たちも。頼むぞ、日本の将来。はい、じゃあ行きますよ。はい、初期飛行機の導入のお願いですね。いつもお世話になっています。ですか。季節の変わり目ですが、ご夫婦の皆様お変わりありませんか。風などにお気をつけください。さて、ミュージックのパーフェクトも期待していますが、10月は諸経費、後期分の、納入月となれば、はい、そこマーカーを塗ってください。はい、諸経費後期分の納入月ですね。はい、諸経費はリカラボ来ました。リカラボ、はい、これは配信できますからね、皆さん家で見れるんですよ。素晴らしい。はい、諸経費はリカラボで、赤本。まあ、赤本って大学入試のやつなんですけど、参考書。問題集購入。実はこういう問題集も、買ってますからね。はい。こういうのも買ってます。はい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 。ということですね。ちゃんと使ってますよ。いいですか？はい。コピー台、プリント印刷台ね。これもコピー皆さんには山ほど配ってるでしょ。プリント印刷台。冷暖房費、DVD、ビデオ、パソコンなどの設備購入費材、この中に、当然、電子黒板。電子黒板。はい。維持水品などに当てる経費ですね。所定の封筒にて今月末までに納入していきますようにお願いします。はい、今月末までというところマーカーで塗ってください。今月末までに納入してください。なお9月入塾の方は入会金など納入されたばかりで出費が続きますので、11月末まで納入していただきますようよろしくお願いします。9月入った人続きますからね。で、皆さん中学生のところマーカーで塗ってください。中学生一律一緒です。高校3年生になるとですね、実は今入試があってまして、合格したら卒業する人がいるんですね。あ、だから今あってます。あ、推薦とか栄養入試とかね、いろいろもう合格決まった人一人いますよ、すでに。はい、はい、かっこいいです。で、そういった人は何月まで塾に来るかによってその決まる金額決まるわけですね。
じゃあ皆さんは少なくとも3月までは、高校入試あると思いますので、3月まで必ず応援してますので、兄弟で通じされているご家庭の負担を少しでも減らすため、今年度の交付分より諸経費の兄弟割引を適用します。今までね、例えばコピー代とか半額とかしにくかったわけよ。けど今年ね、兄弟の人がものすごく多いと。で、家でちょっと家計きついですってお母さんから連絡をいただいているので、それは今度うちがきつくなるんですけど、しょうがないです。家がきつい位にしちゃったら、わかりましたって言って、皆さんの家庭の方を、兄弟割引半額内、例えばですね、ふみやくんと、それから、けいすけくん、しょうゆくん、兄弟いますんでね、はい、半額になりますですね。はい。ということでした。はい。というわけで、あ、お願いします。はい。で、一応これ、こういうふうに四つ折りにしまして、あとここにですね、皆さん6600円書いてください。金額6600円書いてください。ごめん、これもちょっと割り振ってないです。あ、マジ？書いてない人は6000、書いてある人は6000円書いてあると思います。はい。四つ折り大丈夫ですね。そっちは入らんよ。そっち入らん。こう来て、こうこな、こう。顔が。こう来たらはみ出しますからね。半分によって、そうそう、そしてそう。じゃあもう一回、もう一回折る。もう一回。はい。そしたら入れます。はい。もう一回縦ですよ、今度縦ですよ。もう一回立て。そっちじゃない。そっちよ。そっちそうそう。ケイスケ君、そっちによったらラブレターだよ。はい。そうですね。あ、普通はね、このままこうでもちょっとはみ出すぐらいで。これでもいいぐらいです。はい。あの、先に半分に折りましたけど、ここでやっぱ、すいません。まあいいです、大丈夫いいです。はい。八つ折りになったらごめんね。八つ折りなんですよ。はい。じゃあ、今度ですね、10月30日までですね、皆さん、10月30日までに納入してください。いいですか？じゃあ、あとは、友人紹介とか、後輩紹介とかね、よろしくお願いします。いいですか？みんなで電子黒板を目指しましょう。はい。僕が100万くらいです。100万とか、ポケットマネー。もう、そしたら電子黒板にね、はい、もう、鳩村勇者の寄贈とか書いてね、もう100年経っても、俺で一番です。北斗の存続が。はい。じゃあ、皆さん、経営で期末勉強しましょう。ね。進んだところで必ずワークを進めてください。いいですか？お願いします。はい、じゃあ終わります。はい。はい。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ああ、上に着けっぱなし。